ありがとうございました。これね、長いのエンディングが。あ、こっからだいぶあんねん、まだ。はい、嫌だよ。あ、そうか。だんだん、本郷さん、うまくなりますね。うまくなったでしょ？最初はひどかったんだから。でもね、これから、今11月でしょ？はい、ね、ちょっと今日は降ってますけどね。これから12月、ね、先ほど、ほら、店から、クリスマスのあれ持ってきたでしょ？サンタさんがね、来てきたんですよね。この方ね、こんな若い感じでしょ？でもね、これでもね、二十歳過ぎのね、あ、ごめん、息子さんがいるんだよ。行っちゃった。キャベツ畑で。ね、でもこれからいろいろお金かかるでしょ、主婦だから、彼女は。ね、もう大変ですよね。でもね、はい、とってもね、軽快でいい歌。ありがとうございます。僕この歌大好き。はい、うん、私も大好きです。ね、乗れる曲ってこと、うん。だからもう多分、息子さんのことを思っていろいろ書いてるんだろうけどね。またね、いい曲作ってね、はい、僕は子供といっぱいいます。あっちにもこっちにも。そう、僕はね、あんなこといい。はい、ありがとうございました。どうもありがとうね、はい、今度はね、じゃあ、はい、ちょっとひろこちゃんこっち行って、はい、森ちゃん今度は あなたの番だからね。とってもね、いつもダンディーな森ちゃん、ちょっとほら、助けてよ、ひろこちゃん。ね、はい、ね、見てごらん、ダンディーな、ね、ね、歌もね、いい歌を歌ってくれてるのよ、森ちゃんにね。今日何歌っていく？新橋の一つですね。あ、東京の新橋。そうなんです。おお。プロモーションビデオがすごくいいんですよ。今日は生じゃないの？生じゃないんですよ。なんだ、生で歌ってよ、今度。でもね、このプロモーションビデオはね、ね、うん、監督が作った。監督が作った。監督だから、自分が作ったから。ね、で、でも本当にいいので、皆さん、目を大きくしてみてくださいね。じゃあ、早速聞いていただきましょう。はい、よろしくお願いします。新橋の人。人。女とか言って。あ、人。離れて思う
の人の思い出詰めた手料理は甘い香りが心に染みる。なぜか忘れぬ、なぜか忘れぬ面影の人。ここは新橋、愛しい人よ。いい歌だね、これ。僕はね、新橋思い出があるの。だってあそこはね、あのサラリーマンの方がいっぱいいるでしょ。はいはいはい、で結構ね、いい店がいっぱいあるんだね。そうなんです。安いし、美味しいしね。これぜひヒットしたらいいね。ありがとうございます。ね、どうも、今日はありがとうございました。ね、いつもいつもお世話になっております。それではね、続きましてね、ちょっと待って、森ちゃん。女性の方は一人、今日はね、いつもアシスタントっていうか、同じ総合司会やっていただける、三山レイミさんにね、とってもいい曲をどうぞ。はい。はい、真ん中来て、今日ゲストですから、あなた。ね、そうですね。今日はまた、黒い服を着てね、黒のスケスケです。あ、スケスケでね、いや、いいじゃないですか。おっぱいも大きいしね。言ったでしょ。女性見るときは必ずおっぱいから見るから、僕はね、バカだから、バカ。レミさんの場合は、ね、男の人最初に見るところはどこですか。パッと見て、顔です。顔、やっぱり顔。いや、好みじゃないです。誰のこと言ってんの。なんか今言いたそうな顔を言ってますけど、森ちゃんはね、どうだったよ、瞳、うん、瞳ね。僕はおっぱいで、顔、はい、そうか、やっぱりドリッペンの人だね、この人も。まあそれはいいや、どっちでも監督は心だよ。監督は心だって。心も大切だよ。もう時間ない。あ、それでは、何歌うんだっけ。離婚。はい、わかりました。はい、それじゃあ歌ってください。離婚です。だけどついて行けなくなりました。話し合ってもダメだから離婚する気になったのよ。悔しくて悔しい、幸せを涙
捉えて探します。尽きぬ思いを胸に秘め、離婚する身のやるせなさ、悔しくて悔しい、元グループのボーカル、うまいですね。でもこの、ね、ビデオでもちゃんと女優さんしてましたし、さすが元女優さん。どっちが本業なんですかね。いや、何でもやりたいんです。なるめ屋さんですね。わ、はい、かりました。映画にも出てもらうぞ。よろしくお願いします。あ、これハニーさんの。あ、三浦先生さんの、ね、いい曲ですもんね。そうですね。ロスペルモさんも歌って、そうですか。私が3代目なんです。いい曲だわ。じゃあ3代目でバーッとね、盛り上げないといけないですね。離婚は？離婚ですか？A で終わりました。次の方、次の方、次の方ですか？次の方行きましょう。本郷さん。はい。我らが本郷さんです。本郷さん。本郷さんですね。次がゲストですから。私ね、前から聞こうと思ってたんですけど、このさよこさんって本郷さんの彼女のお名前なんですか？425万人いました。わかりました。では、早速歌っていただきましょう。さよこです。はい、お願いします。これかなり有名な先生の作曲ね。杉本昌人ですね。大先生、我もこうで有名ですよね。店には今夜もアダムが流れ、小窓の向こうに東京タワーが、何年ぶりだろう人目を避け、さよこと通う小さな酒場、時の流れを忘れたように、疲れた男を迎えてくれ、死んだあいつがいつもの席で飲んでいそうな気がして、会いに来た。一人身ならば悲しい思いをさせずに済んだ。お久しぶりで微笑みます
あいつのこと触れずによくね、過去に戻れる戻れるさけも、あらあらとして訪れたの扉あったりさよこがずっと立っていそうな ため息ぐらに扉あったりさよこがずっと立っていそうな ため息ぐらに次の曲はですね、はい、もういよいよなんとエンディングで、ね、そうなんですよ、ね、もうあと1時間もやれてるね、本当ですね、あっという間に時間が過ぎてしまって、はい、では皆さんエンディングなので、ね、皆さんね、後ろの方で一緒に応援していただきます、どうぞ、今日出ていらっしゃる方、ね、はい、どうぞ来てください、どうぞこちらの方に、ね、
酒の上。未来がドキドキするような恋をする。来月、世界各国の皆さんとお会いしましょう。はい、ね、11月18日です、はい、来月はね。そうですね、はいはい、この番組は JITB 池袋放送局とオーシャン 5O の提供でお送りいたしました。 では皆さん、来月またお楽しみに。はい、どうも今日ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。今日も楽しかったですね。楽しかった。来月も楽しいです ね。もちろんもちろん、来月12月だから。はい、ね、まあ選挙もあるけどね。はい、どうもありがとうございました。メリークリスマスですよね。ホワイトクリスマス、何だこれ。I am dreaming of a white Christmas. ちょっと早いけどね。また来週。